父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの御子は、昨日、祈念された僕の即興家の信者、故アグスティヌス・ナカタ・フミマルさん、90歳でした。中田さんのために、またご家族のために、このミサを一緒に祈ります。皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に心を改めますよ。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって、私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。全能永遠の神よ、あなたの恵みは限りなく、人の思いをはるかに超えて世界の上に注がれます。私たちを罪の重荷から解放し、誠の自由に導いてください。聖霊の交わりの中で、あなたと共に永遠に生き、支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、創世記。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。アブラムと共に旅をしていたロトもまた、羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから、一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちと、ロトの家畜を飼う者たちとの間で争いが起きた。その頃、その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいた。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は、主がソドムとゴムラを滅ぼす前であったので、ツォアルに至るまで、主の園のように、エジプトの国のように、見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで、東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。主はロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。
大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。神の言葉。信者ではなくても葬儀とここにミサをお祈り、それは構わないんです。
だから信也さんは行方不明、多分教会に何年ぶりわからない来なくても、亡くなったらその私主任としてその祈ることは私の使命なんです。だからこの家族のために今日のミサもまた、アグシノス中田文丸を90歳で亡くなられたこの方も、このミサで祈りたいと思います。今のコロナ禍でそのミサで、いろんな地区連絡するよりこの家族のためにまたその家族を何を望むのか、それは答えするんですね。だからというふうにこの葬儀のミサ久しぶり1年ぶり以上ですね、でもこの体験があってこの家族のために皆さんの祈りをとても必要だと思います。今日の福音書も同じように良いものこの豚また犬をあげることはしないってイエス様が言われた、とても皮肉な言葉ですね。私たちはこのキリスト教のミサ、キリスト教の祈り、いろいろ私たちは大切にすること、でも私たちの家族は多分離れてしまって、教会という意味はなかなか絆がないということはあちこちあります。でも私たちはまだこの教会との関係があるから、私たちのいいもの、いい信仰を自分自身のためだけではなくて、その福音宣教ということは沖縄だけれども、私たちのやり方、考え方はそのイエス様のように新しい英語、このイエス様の慈しみ、あそこも大きくして、もっと私たちのキリスト教の慈しみ、イエス様のような心を持ちますように頼んでいます。また私の体験、いろいろ最近昨日も和歌山の生徒たち高3年生各クラスミサを行っています。ほとんどの生徒たちは信者ではないというふうに、そのミサを理解するのは私4つの授業をミサのことを教えていました。なかなかその生徒を教えるこの授業テストがないから、あまり関心がほとんどないですね。でも どれだけ私のやり方、テレビとしていろんな教えは受け入れるのは、ただ神様に任せるだけです。私一生懸命救っても、とりとりの心止まらないと意味がないけれども、でも私たちは聖霊の働きは信じています。今日のミサで私たちの良いもの、この信仰を守ること、またこのミサを行うことは信也さん、ね、2ヶ月なかったから、今度の日曜日もう一回その信也さんの霊的なことをとても維持するのはこの神様の恵みです。皆さんにとりとりこのミサで自分の願い、自分の家族、また今日の教会の向こうの即興の隊、そしていろんな信也さんをこのミサ参加する YouTube どうして配信することができて、熊本であり福岡であり、いろんなところでお祈りすることはまさに今のコロナ禍のやり方です。すべては神様のもの、すべては神様に返すこと、良いものは私たちのためだけではなくてみんなのためにこの神の国が広がっていきますように、このミサを一緒に捧げましょう。アーメン。
神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。父である神よ、あなたがお作りになったもののうちから、ここに捧げる教会の備え物を受け入れ、あなたの力によって救いをもたらす遺跡としてください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を、憐れみにより主キリストを通してあがなってくださいました。神の栄光をたたえ、昨日敬うすべての天使は、共に喜び祝い、私たちもこれに合わせて慎んでたたえます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ。天の糸高きところにホサンナ。ほむべきかな、主の名によりて来たる者、天の糸高きところにホサンナ。まことに尊く、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊によって、この備え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割っている死に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主、イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイダマンヨとパウロサカイトシヒロ、すべての教会記者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになったアグスチノス中田フミマロを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また、
つの希望を持って眠りについた私たちの兄弟と全ての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、スヨセフとしと全ての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに全ての誉れと栄光は永遠に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての子から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧み、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えた。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きますよ。
祈りますよ。信じる者の力である神よ、天のパンで養われ強められた人々をいつもお守りください。あなたの恵みに生かされて永遠の救いに預かるものとなりますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様たちによって、コ・アグスティヌス・ナカタ・ウミマロ・サント・ご家族のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人この御座に共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神の感謝。